手ぶらで迎えるのはちょっと寂しいじゃないかなあ。そこでだ、やってくるバルボッサのために大きな声でヨーホーと掛け声をかけて迎えてくれ。俺がせーのと言ったらヨーホーと返してくれ。練習だ、行くぞ。さん、はい。待て待て待て、せーのと言ったから行くぞ。せーの、
しろ。ここには海賊を志す者がいると聞いた。それは皆さんのことかね。乗りたい奴だ。よし、根性のある奴がいればこの船に迎えてやろうじゃないか。なあ、この修行に耐えてもらおうか。おい、あいあい船長、みんなよく聞け。海賊たる偽造を恐れてはならない。おい、勇気のある奴たくらんできたな。お宝ごちそう。せーの、ほら。
次は本物の海賊になるからね。最高だとジャック。だが今のお前の言葉には誤りが。この船は俺のもの。違う、俺のだ。俺のだ。そうだ。俺のだ。キャプテンのだ。俺のだ。どうしたのよ。第一にこの状況でどこからそんな自信が出てくる。どうぞ。切れたやつだ。あれ？たまえ、あの火山でも爆発させればよかったわ。なんでだよ、いいかお前、修行の成果を見せてやるんだ。行くぞ。よし、さらから声出していこう。せーの、そんなに仲間が欲しいなら最初に船に乗せるのは俺だろ。俺だろ。なんだ、俺をお前につけろ。調子がいい。さてはこの宝の地図が目的か。なっそうない。俺のコンパス覚えてるだろ。そのコンパスは北を刺さった。そう、これは俺が望むものへと道。そしてなぜかお前の方を向いている。これが答えだ、ヘクター。いや、キャプテン・バロッサ。よし、決まり。早くキャプテン船をつけろ。Thank you.
前の方に向いていたのはこの船を指していたから。お分かり？この恩師たちと役立たずどもめ、伝説の船を取り戻せ。
よろしくよ。